はい、映っていますでしょうか。河内長野市の方では、コロナ禍でもつながる市民声活動の紹介の動画の活用ということで、撮影の協力団体として NPO 法人たすけあいさんと、あの撮影の、ノウハウを教えていただきまして、 NPO 法人ハピエルさんと共同で、実施の方をさせていただきました。で、河内長野ボランティア市民活動センターっていうところはまずどういうところなのかというところをご説明させていただきたいと思います。河内長野ボランティア市民活動センターは2021年の4月の5日から、河内長野市の社会福祉協議会が河内長野市からの、業務委託を受けて、泉屋の河内長野店の4階にあります、泉屋のゆいテラス、ゆいテラスに河内長野ボランティア市民活動センターがオープンとなりました。やっているセンターの中身といたしましては、市民活動団体さんやボランティア活動をこれから始めたい人たちの活動をサポートするセンターとして、下記のことを担っています。1、ボランティア活動の相談、他団体や市民とのコーディネートや相談、市民公益活動に係る補助金や、助成金の申請についての相談とか、一部の補助のお手伝いをしています。あとまた、NPO 法人特定の非営利活動法人の設立の認証に及び運営に係る相談業務も行っております。佐々木さん、パワポが動いておりません。動いてないですか？はい。ちょっと動いてないです。もう一度いけますか？はい。それでいいと思います。そういう形で。はい。はい、で、今回ですね、河内長野ボランティア市民活動センターの方で、我々の方は、登録の方、今回93団体の団体さんが、登録をしていただきまして、今回発表していただく動画の中で、ピックアップをさせていただいたのが、今までちょっとコロナ禍の状況も含めて休止していた団体さんがですね、市民活動センターや社会福祉協議会とか、泉屋のゆいテラスを活用して、コロナ禍でも活動を少しでも再開しようというところで動き始めた団体の NPO 法人たすけあいさんの紹介をさせていただきたいと思います。で、次にちょっと動画の方に移りますので、ちょっと、もう一度共有の方させていただきたいと思います。NPO 法人たすけあい、ゆうはくです。 NPO 法人たすけあい、坂東です。困った時はお互い様の精神をモットーとして、優秀ボランティア河内長野たすけあいが発足されました。介護保険がない時代、河内長野全域及び近隣各地において掃除、食事作り、身体介助、赤ちゃんの沐浴など幅広い活動をさせていただきました。平成12年の介護保険導入後、ボランティアの方々はヘルパーとして活動の場を移され、また利用者さんは介護保険を利用されるなど、一時はボランティアが崩壊したような気さえしました。ちょうどこの時期、元気な男性が定年退職を迎える時期にあたり、多数の方が移送サービスのボランティアとして活動してくださいました。移送サービスおよび買い物などドアツードアの温かいサービスを長く続けることができました。令和元年、ドライバーの高齢化に伴い活動を一旦中止することにしました。河内長野市各地域で助け合いの輪を広めようと努力されている社会福祉協議会、市民活動センターの存在を知り、これこそ私たちが27年前から続けている助け合いの活動そのものだと確信し、再開することを決めました。令和3年9月から活動支援を再開して、現在依頼が8件、作業をしたのが5件です。
小さなことから少しずつ助け合いの輪がつながっていくことを願って、これからも頑張っていきたいと思います。では今来ている生活支援の活動をご覧ください。この活動を始めてみてどうですか？なんかね、まあ最初、すごく不安で、まだ今サポーターがすごく少ないんです。で若い方も参加してあげるとは言ってくれてるんだけれども、ともかく仕事平日はダメやから土日になるんですけれども、ちょっとその辺が今うまいこと言ってなくて、理事長が今頑張ってくれてるんですけれども、まあ大変やけれども、あとすごく喜んでくださる顔を見ると嬉しいかなと思って今頑張っております。 NPO 法人たすけあいのもう一つの活動といたしまして、地域の方々の生きがいづくりを応援する活動で、居場所きらりでのサロン活動を続けてまいりました。そこでは健康麻雀、着物のリメイクを中心としたソーイング教室としての布遊び、シニア向けパソコン教室、シャンソン教室、絵手紙、お習字などカルチャー的な教室、また地域の方々の手作り作品の販売など、多くの方々に利用していただいてまいりました。現在は川内長野市社会福祉協議会、地元企業などと連携し、いろんな年齢の方々が参加していただけるイベントを企画しています。これからも老若男女、障害のあるなしにかかわらず、みんなが元気で活力あふれる街づくりを目指して活動を続けていきたいと思っております。はい、以上が動画になりまして、今回ですね、その動画の中で生活支援の場面を見ていただいたんですけれども、作業の序盤ですね、依頼者から受けていただいた団体さんが、ご夫婦で活動されていたんですけれども、ここですごく生活支援の場面の中ですごくいいなって思ったところが、作業中ですね、ご近所の方とお話ししていたり、利用者の方もですね、活動の様子が気になって、なんかできることないかなみたいな形でですね、一緒に何か行おうかなっていうところで、人と人とがつながっていくっていうところが、これからの地域共生社会ですごく大事な取り組みの一つかなと思っています。で、作業序盤ですね、お二人ご夫婦でされていたんですけれども、最後終わる時にはですね、利用者の方もゴミ袋をいっぱい持ってきて、なんかできることないかという形で一生懸命結局依頼を頼んでたんですけれども、最終終盤は一緒にやるというところが、これがすごく地域での支え合いの、自分ができることが、できることはやるというところがすごく大事なのかなと思いました。で、作業前は結構草がぼうぼうに出てたんですけれども、作業後はすごく綺麗に生活支援の形でされておられました。で、団体の紹介として、今パンフレットを各その地域でお配りをして、 NPO 法人たすけあいさんが生活支援してますよっていうところを、今コロナ禍の状況下の中でもすごくアピールをして今頑張っている最中です。で、今回 NPO 法人たすけあいさんの取材をさせていただいて、センターとして感じたこととしては、まあ団体さんが今このコロナ禍の状況の中でもできることで、できないことを、市民活動センターとしてもできること、できないことをきちんと明確化していったことが、まず活動の再開につながっていったのではないかなと思います。で、また団体さんに対して市民活動センターが、
主となって、支援を行うのではなくて、方法的な支援ですね、団体さんのエンパワーメントっていう部分が、発揮できたケースではないかなと思っています。で、こちらとしてはやっぱりそのコロナ禍の状況下の中でやっぱり団体さんがすごく活動しやすくなるような環境になればいいなというふうに努力はしているんですけれども、やっぱりそこのフォローをしていく難しさという部分を感じました。で、これからも河内長野ボランティア市民活動センターではボランティア活動これからやってみたいなっていう人とか市民活動団体さんのサポートっていうところをやっぱり中心にやっていきたいなと思っております。で、ぜひ泉屋のゆいテラスの方にお越しになっていただければなと思います。で、最後になるんですけれども、先ほどつながりフェスタっていう文字とかも出てきたんですけれども、我々としても団体さんがなるべく対面でしたいなっていうご意向とかもコロナ禍の中でできることっていうところをこれからも中心に団体さんに寄り添いながら、伴走型の支援をしていければいいなと思っております。簡単でありますが河内長野市からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。